人天候を封印する。こんなことで我の思いはこんなことで、こんなことで封印などされぬ。消えな。一番大切にしているすべてだ。スザクの巫女はいただいていく。取り返したくは来るがいい。やったー！タカ！タカー！やったダメだ、気を失っている。そっちはどうや。こっちもダメみたいよ。さよか。飛行はうまくやっているようだ。スザク七星、愚かなことよ。所詮は我の手のひらの上。ちょっとタカ待ちなさい。離せヌリコ、早く行かねえと宮家が。気持ちはわかるけど、今はどうしようもないじゃない。その通りだ、玉褒め。第一、行き先もわからぬではないか。父でやったら行き先わかるんとちゃうんか。なあ見つかけ、早う注力つこうて起こせんか。七里の受けた衝撃は体より心の方が大きい。他人が無理やり触れてはならない。自然に任せるしか。七里のためだ。オイラは戦えない。
気づいていたのか。見たろう、みんな、オイラ親友を殺した。ごめんなさい、宝珠、私あなたと一緒になれない、なれないの。飛行、飛行を愛してるからか。セタ、二人とも信じてたのに。あの時起こった洪水は愛した人たちを全て飲み込んでいった。一族も彼女も。だけど飛行は違う。俺が二度もあいつを手にかけることはできない。父、俺もあの洪水では一族を失った。ただ俺には翔華がいてくれた。俺の心を彼女が救ってくれた。だが知っての通り、この力を持ちながら俺は彼女を死なせてしまった。二度もな。己を恨んだこともある。だが今はよくわかるよ、なぜ力を持って生まれたか。傷つけ合うためじゃない。大切なものを守るためなんだな。今の俺にとって仲間がその証。お前もだろ。一人で苦しまないでくれ。俺たちを頼ってくれよ。みんなで支えていきたい。傷口を開くようで確かに辛いよな。でも今この時じゃないのか。親友を、自分を解放してやれるのは。分かってるよな、お前は。ごめん、チチリ。チチリにはいつも助けてもらって頼ってばっかりでさ。でも俺たちにはチチリが必要なんだ。頼む、俺だけでも行かせてくれ。父。オイラが行く。目覚めたか、スザクの巫女。飛行、ちょっとここから出しなさいよ。静かにしろ、すぐに仲間が助けに来てくれる。卑怯者でなきゃな。あんた、チチリの親友なんでしょ。どうしてこんなことするの。うん、親友などではない。私は地殺四天王の歓喜、魔人天候によって私は干ばつや雨を司る鬼神となった。鍾乳洞の外を、命を与えた水たち。今頃貴様の世界にもこの力は届いているはず。え？お前をさらったのはチチリをおびき出すためだけではない。お前の体を通じて向こうの世界に圧力をかけているのだ。私の羽から生まれる水は人の理性を奪い悪を引き出す。タスキでよくわかったろ。人間ども全てにその術をかけてやるよ。七里を、いや七聖子全員を始末してからな。そんなことさせない。七里は仲間を、あんたになんか倒されるわけない。友の愛、幻に過ぎぬ。各地で洪水警報が出されています。この大雨により交通機関にかなりの影響が出ております。うわー、参った。 JR では東海道新幹線、コンビニに物がないなんて初めて見たぜ。ろくな食い物なかったから、ちょっとおつまみ系が多いかな。あれ、ゆいちゃんは？お風呂。俺も入ろっかな。座れ。もうすぐマジになる。ああ、でどうよ、解毒は進んでる？
これさ、ミヤカちゃんたちが最初向こうに行った時よりさらに前だぜ。しかも語尾に変な言葉つけてるし。とにかく頑張ろうぜ。今はこの巻物しかねえんだから。ミヤカ、ごめんね。まだ何もわからないんだ。ユイちゃん声など届かぬ。人の心ほど不確かなものはないのだ。この娘の真の心、覗いてみるか。何？ユイちゃん！さあ、お前のことをこんなに心配していたのかな。ユイちゃん頑張って、そんな水に負けちゃダメ偽善を恥じることはない。人は皆己が一番。ミヤカ、ミヤカ、ユイちゃん大丈夫。私は大丈夫だよ。あんたは何も心配しなくていい。みんなとタカと頑張るんだよ。彼を信じて一緒に。私はここでずっと祈ってるからね、ユイちゃん。こう、友達を離して、離して。どうした、ゆうちゃん大丈夫か。見るな、この平気。ミヤカと少し話してたんだ。はい、ヒコ、そんなに友達が、人の心が信じられないの。でもね、信じられなくなった方が、憎しみに駆られた方が負けなんだよ。あんたはそうやって永遠に後悔しながら生きていくの。場所掴んだんやな。俺も行くで。お前がどう言おうとついていく。飛行がお前にしたのと同じことをタマにしようとしたんや。なのにあいつら何も責めよらん。ミヤカのことを妹みたいに思うとったのに。自分が男やて、自分がこんな汚らしい思うたことあれへん。俺死んでも構わん。あいつらのためやったら俺、完璧な人間などいないのだ。だから人は一人では生きられないのだ。分かったのだ、タスキ。二人でミヤカを。二人より三人だろ。助けてる余裕はないぞ。苦しむがいい。私もそうして人間の一生を終えねばならなかった。友と思っていた男の手でな。ミヤカ、助け、父に。飛行、ミヤカを離せ。さもないと。さもないとどうする。オイラが今一番大切にしているものは、スザクの仲間だ。みんなを守るためなら、お前を倒す。チチリ。面白い。では、スザクの巫女の息が絶える前にしなくてはな。チチリ、飛行は俺たちに任せて、ミヤカを。あかん、また水の壁や。スキリ、ダメ。友達と戦っちゃダメ。
マジやで。父。父。ピコ、もうやめて。父はあんたが好きなんだよ。わかんないの？どんなに悲しいか。黙れや！友達だ。友達だってよ。わかるはずだよ。俺が必ず助けるからな。うわ、何？助け！オイラの袈裟を燃やせ！袈裟ごと燃えるように念じろ！そうすれば水の壁を破ることができる。中にも炎が届く。何言うてんねん。そんなことしたらお前まで。早く！出ないと宮家が。せやけど我が水の結界に入り込むとはさすがだな。父、だがこの中では得意の術は使えん。俺を抑えるのが精一杯。奴の炎だぞ。あんな未熟な技など応えぬわ。愚かだったな父。オイラの体は水圧でどの道持たない。やれ助け、やれ。あんと人、僕は出世者だ。同じやないか。くそ、くそ、父を助けて。安心しろ、聞こう。今度は一人では行かせない。今度こそお前のこの手離しはしない。天で彼女とまた戻ろう。三人に宮川も無事だ。助け、やったな。やったなやないわい。神経使って死ぬかと思った。アホ。なぜ手を離さない。今度は絶対離さないと言った。彼女と天で三人か。相変わらず人がいいな。そんな奴だから彼女はお前を愛したんだ。彦、彼女が本当に裏切ったと思うか。苦しいんだ。苦しくてどうしようもないんだ。彦、俺の気持ちは知っているはずだ。お前から奪おうなんて思わなかった。ただただ一度だけでいい。抱きしめたかった。唇の柔らかさを
ぬくもりを。ごめんなさい、私もうあなたと一緒になれない。下宿な娘だった。他の男と一度でも触れ合ってはお前の元へはいけない、そう考えたんだ。そんなことわからないわけなく、そうだ、すべては俺が壊した。殺されて当然か、なのに恨んで魔物の手に落ちるとは。そのやつのためにお前は。その傷、彼女が見たら驚くぞ。あの時俺は手を、でも離しちゃいけなかった。何があろうといけなかったんだ。お前が水の中で生き絶えるのを感じながら俺は動くこともできなかった。バカだな俺たち、互いを信じきれないなんて親友なんかじゃなかったんだな。何を言ってる、俺たちは親友だ。今もずっとこれからも好きだったから、俺はお前も好きだったから、だから水に帰る王子。すまなかった。あったまくるわね。私も同じだ。チチリさん冷たいんですね。もうみんないじめないの。みんなお前たちの無事を喜んでいるんだ。少しは闇も聞いてやれ。町の水も引いていっている。ご苦労だったな、チチリ。洪水せき止めんの大変だったんだから。ああいう時はやっぱりムリコさんですよね。あーねー。あの二人は寝た？もうばったり。今回はあの二人に感謝なのだ。二人がいなかったら誰だ。我の気を悟るとは、さすが父。飛行を破るだけのことはある。我の名は陽水、最後の自殺四天王、巫女の命いただきに上がった。何言ってんのこいつ。これは宮川、みんな動くな。動いてはいけない。これは糸です。我らの体にも。そうみたい、ホトオリ様。ただの糸じゃないよ。そなたは、タマホメ。早く撃せな、陽水。タマホメ、タマホメなの？Thank you.
返さなきゃな。ミヤカ、頼むな。ありがとな、俺の代わりにそばにいてくれて。どういたしました。そうだよ、この人は玉褒め。電池所の中で出会って恋した。忘れるわけない。ミヤカ、その1 飛行はうまくやっているようだな。朱雀七星、愚かなことよ、所詮は我の手のひらの上。もう、はい、上、いや、肩まで跳ねて風邪いちゃう。その2、あの時起こった洪水は愛した人たちを全て飲み込んでいった。一族も彼女も。だけど飛行は違う。俺が二度もあいつを手にかけることはできない。七里、俺もあの洪水では一族を失った。ただ俺には翔花がいてくれた。俺の心を彼女が救ってくれた。しかもお前と違って俺たちはラブラブでさ。いやー、楽しかったな。出て行ってくれ七里。意外と人間がちっちゃいな。その3、まさか。嘘、石の字。いや、間違いない。そなたは潰されたはずの石田くん。